ジョーガ1号は、中華人民共和国発の月周回衛星。中国の神話の中の人物ジョーガから命名された。ジョーガ1号は、高度約2 0 0トルのところを1年間にわたって周回し、科学的な探査を行った。探査機の運搬ロケットには、調整 3A 型が使用され、2007年10月24日18時5分に、 四川省の最小衛星発射センターから打ち上げられた。衛星の総重量は 2350kg。大きさは、mm, 20 mm, 2000mm1720mm2200mm。太陽電池パネルを展開すると、全長 18m。上下1号は、中国上下計画の最初の段階のプロジェクトである。2004年に1月に始まってから、このプロジェクトに14億元が費やされた。 上が一1号の4つの主要探査、4つの主要探査、以外に、後期上が一1号は全部で1 3 0ラムの機器を搭載している。そのうち8台の主要機器が含まれる、補助機器上が一1号の位置測量のための設備、この他欧州宇宙機関の通信施設も、借用している。東方クレナ1号が、地球に、各局、東方港を送信した前例から、 今回の場外1号にもいくつかの楽曲が載せられ、市場に送信されることになった。2006年7月7日、国防科学技術工業委員会は30曲の歌曲を選んで載せることを決定し、その後中央電子大、中国音楽家協会と共同で、全国人民投票活動を行った。10月、国防科学技術工業委員会が提出した150、 あまりのあらかじめ準備された曲から30曲の歌が選ばれた。またこれ以外に2曲が特別に載せられることになった。11月12日新華社通信が報道した、ジョーが1号地上と45分間通信が断絶の記事を受けてネットでは、ジョーが1号が失踪したのではという噂が広まった。17日、月探査計画の責任者がデマの打ち消しのためメディアに登場した。 一時的な通信断絶は想定内で、通信が断絶しても衛星は自立運行ができると、いう。月給、求む転移をが国的単月業。自然、七27、253から257、場外地公的任務アーカイブド2007年10月27日、アットザウェイバックマシン、場外一号有望手、同月つり皿、多月急進行き、場外一号月求む。 中国高天無期真空。十25、47から52、上が一号章31種中、天極目本月、国防化行為、定定等化局本月。ありがとうございます。